友人の漫画が面白いのに全く人気がありません。ケンスーさんも褒めていたのに。なのでタイトルを3回言ってあげてください。デカニアラズという漫画です。デカニアラズ、デカニアラズ。バイトには全く受かりません。面接をする上で大切な会釈や笑顔やメモを取るなど、必要なことを全てしていますが受かりません。理由は何だと思いますか顔じゃないですかね。 えー、さんこんこにち某3万人以上の会社や1,500人規模の東証一部上場の会社に内定が出そうでどちらも給料は70万くらいがありそうです。転職の軸として給料がどれくらい上がるかと落うかとどちらで重視してますかこれって間違ってるでしょうかえっと30であれば人生長いのであの上場企業っていう肩書きが得られるっていうのがメリットだと思います。要はい、今その一回上場企業にの正社員やってましたってなるとその後転職楽になるんですよ。 要は上場企業で何年もやれるぐらいの実力がある人っていう認識でなるので、例えばそこで給料がそんなに上がらなかったとしても、転職するときに元上場企業の人なので、まあこれぐらい給料あるの当然だよね、みたいな形であの報われることがあるので、なので肩書きって日本では大事ですよ。 25歳介護士をしています。役所側もなくいらっしゃいんです。仕事ができない職員に対して感情的に怒ってしまいます。それはよくないことだと分かってはいるのですが、注,射し注意したことに対して反応されると、つい感情的になってしまいます。感情的にならないようにしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。えっと、あの、口頭で人と話すのやめてください。<laughs> 僕、基本、メールとかスカイプとかであの話をするんですけどあの、要は、感情的な文章を書く必要がないんですよね。 ような僕はムカついてるぞとかいちいち書かないじゃないですか文章で伝える時にその「えりさんやる」といった作業はちゃんと締め切りまでにやってくださいっていう文章を送るだけで「あのそのお前マジやる」って言ったんだから「やれよこのクズ」とかみたいなのは別に文字に書かないじゃないですかの心の中で思ってたとしても、まあ、40過ぎて何で約束の人を守れねえんだバーカとか思うんですけど、まあ、それは別にあの文面にしないであくまでその締め切りは守ってくださいねひえりさんっていう文面しか送んないじゃないですか。 っていうのがあるので、基本その感情を表に出したくないのであれば、テキストでやりとりするっていう癖をつけるといいんじゃないかなと思います。<laughs> えー、地元で飲食店応援でフリーペーパーを発行しています。テイクアウトの需要はあるでしょうか年末年始あたりのクリスマスディナーなど特色も化と考えてます。よろしくお願いします。テイクアウトの需要ガンガン増えていくと思いますよ、今後も。あの、基本そのコロナ日本の場合は治らない。 えっとあの下村さんっていう自民党の偉い人がだってあのワクチンの接種が終わるのが来年の春ぐらいって言ってるんですよね。であの今のところま,あまだ分かんないですけどそのこの新型コロナウイルスのワクチンってだいたい半年ぐらい免疫効くんじゃねって言われてるんですよ。でまあ半年から伸びるかもしれないですけどまあ例えば 9, 9ヶ月伸びるとしてでそうするともう今打った人ってあの来年の春にはもう免疫切れてるから。 打ち直しになるんですよなのであの要は来年の春ぐらいに全員打ち終わったとしてももう今打ってる人の効力切れてるから結局また打たなきゃいけなかったこれで戦えますっていう状態にならなないんですよなのであのずっとそのなんかあの新しい生活様式とかソーシャルディスタンスとかリモートとかっていうのが増えるのでなのであのまあその食べ物だったりもじゃあのテイクアウトが当然だよねっていうのは普通に普及していくと思うので。 なのでそのテイクアウト需要に向けてメディアをちゃんと作ってその地元のお店とかがテイクアウトいや一ののつのお店だけだとなかなかできないからセットにして。 例えばそのなんかじゃあ中華料理屋で頼むんだけどそのデザートに関してはそのコージーコーナーのケーキがつくみたいな感じでその要は中華料理だけじゃなくてフルコース感を出すために他のなんかじゃあ,あのサラダはここの八百屋さんから持ってきた方がいいよねみたいなのをセットにするみたいな感じにしてその一式全部それ回ますみたいなのを安くやりますみたいなのを地元でやっていくとそれなりに便利だと思って使う人はいるんじゃないでしょうか。